弱い。あ、ただいま。ちょっと待ってくださいね。ツイッターで。出したらあんまりこっちサイド喋らんでしょ。そうやね。はい。だからそこからは、はい、皆さんの皆様あの谷さんのその撮影風景を楽しんでいただく。なるほど。スタート位置。
写真撮っといてもらっていいですか。ピント合わせかな。いや顔認証やろこれでしょ。顔認証出てるよ。こっちか。洞窟に顔認証出てるよ。看板に。熊野水軍の隠れ家だったそうね。今のは怖い。怖い。
作動してるからまた誰か入ってるんじゃない。さっきの警備音だと思う。今のことはセンサーが作動したから僕らみたいに誰かが入ったのかな。何かがあのセンサー
査の前を通りかかったのか。めっちゃ怖いじゃん。いや、あれ定期的に流してるやつじゃないですよね、多分。しかもセンサーのねえ、反応したから。
怖いよ、あんなもん。叫び声やと思うんだけどな、あれ。まあでも猫か？ですかね。どの辺でなったかな。でも後で聞きに行った時は動物っぽかったじゃないですか。うん、あれは猫っぽい気がする。その前のよ。センサーがまず怖かった。あれ怖かった。怖かったですね。いや、そのなんか風で反応してるんじゃないのかっていう意見もあったんですけど、でも風で反応してるんだったら、僕らが来る前から反応しなかったらおかしい。そうですね。入ってから反応したもんな。検証してます。この先三段壁方面は、うん、禁止しております、うん、入らないでくださいみたいなのが、まあ、入ってる、うんうん、でもそっからなってないから、うん、やっぱ一回なっただけで止まんのよね、うん、そうです。でその後何回もなってましたね。なってるよな。これただのブレ？え？わかりました。それはただのブレかな。ブレ？足だけブレてんの？うん。これ今普通になんかブレてんな。これ何これ。右足だけなんでやろう。すごい。ちょうど動いた瞬間だよな。女の人に見ません。なんかこの谷さんの背中やろ。とか、はい。うん、うわ見たいな。もう一回ちゃんと見に行きたいな。え、どこ。いやもうこんなもん絶対柄ですよ。柄ですけど、うん、この看板の顔に見えるってこと。うん、あ顔に見えるな。うん、女の人。ほんまやほんまや。だからまあまあまあ、これほらお前顔に見える。郵便的な、うん、まあ、でもこれはまあ看板やしな。あでもこの看板に顔認証出てましたよね、うんうん、これ風かな。これちょっと待って、風やないと思う。これもな、風じゃないし猫じゃないやん。猫じゃない。
西に聞く。あ、だって風そのちょっと前から吹いてんもん。うん、はっきり聞こえるなこれ。うん、猫でもないと思うよな。あ、警察や。全然猫じゃないな。これはっきり聞こえてな。パトカー待てたよな。うん、こっちには来ないな。せやね。聞こえた。はい、ってことはね、誰かが言ってるじゃないかなと。で、僕らに話聞いてけへんっていうことは、だって言うてもこの車ライトついてるの分かるやないですか、こんだけ光ってて。何やろこの怖さ。全然猫じゃない。全然猫ちゃうよ。これ聞こえるかな。ツイキャスの人らにも。あ、あっちのも見てみます。まあ後でいいか。ああそうか。あっちにも入ってるか。うん。でもまああっちのはそのマイクがついてない。イヤホンで聞か、聞いたら、うん、聞いたらめっちゃ怖い。何かわからんにしてもあれは気のせいの音じゃない。なんかその家におって、うん、そ隙間から聞こえる音でなんかヒューヒューとかは分かるやん。はいはいはい。まあ外やから。外やねん。ちょ、これこれこれ今の聞こえた。聞こえましたかね。何の音なんやろ。じゃあ遠くで泣いてんのかな。
すみませんつける？あら、そっちのこの電気消せんちゃう。これはあれ？あ、あ、ごめんなさい。あ、電気消してる。これは、え、雷。え、あ、これから。うん、これは猫や。うん、うん、でもこの猫の声とさっきの違うな。違う、うん、だってそれまで猫鳴いてなかったやん、うん、で僕らがあんだけ近づいていったから猫鳴き出したってことですよね。どこにおったの猫？あのちょい奥とかちゃうの、うん、ギリギリのところ。これ誰か入ってんな。めっちゃ作動してる。うわ、その瞬間、うん、だってそっからなってないもの。で、あれ作動したら結構離れてても聞こえる、うん、はいはいはい、ってことやわ、はい。したら2回なってんだよ、うん、俺入って、うんうん、戻ってくるときに、うん、え、怖っ。怖い。あそこやろ、だって、うん、なんね、めっちゃ近くにおったとこじゃん、うん、ゾッとした。死にすも嫌やわ。いや、生きてても、うん、生きてない方がいいけど、どうせやったら。出んのかな、こんなんで。ニュースかなんか、なんか情報かな。例えば明日とかでさ、なんか出てたらもう間違いないな。
そうやったら生きてる人が、うん、俺らの後ろおったってことや、うんうん、めっちゃ怖い。ニュースでなんかまあそれで死んだとは限らんかった。まあそうやね。なんやろこの嫌な感じ。ちょっとどうしよう。一回タバコ吸おうか。うん。ちょっといい。使えんのかな。え？ああああ。なあ。どうやねんやろ。どうやねんやろ。まあネタにはなるというか話にはできるけど。うん。まあ入ってはないからね。僕らははい、そうですね。はい、ただでもこれで人死んでたら使われるやろ。うん、無理やな。ちょっと一回置きますよ。じゃあちょっとありがとう、お疲れさん。お疲れ様です。もう一度行くしかないと。いや、あのね、やっぱ警察に鉢合うねんな。うん、センサー溢れた人があの高い声でした。谷さんたちが行くの見計らって飛びに行った。もう一回、もう一回、いや、さやな、警察怒られるの嫌やねんな。うん、行けるとしてもギリギリまでよね。そっから先はもう絶対、うん、回ってたよな、今のパトカー、うん、でも、うん、ここ止まってから、うん、結構な時間止まってたでしょ、うん、僕ら、うん、谷さんカメラのセッティングとか、うん、20分ぐらいは止まってたはずなんですよ。なんやったらもうちょい、うん、その間一回もパトカー走ってないですよね。あ、ここにおった時、はい、あの行く前、うんうん、走ってない。だからセンサーで動き出したで動き出したってことですもんね。うん、じゃあやっぱ怖いな。次行ったら話しかけられますね。そうやね。だからこれはちょっと諦めた方がいいじゃあ言えんけど、検証むずいな。どうしよう。そうやね、隙間風みたいな音ですね。隙間はないけどっていう感じだけど、うん、枝の擦れ合う音とかやったらずっと鳴っててもいいですもんね。うん、あ、このこんだけ風吹いてたら、うん、隙間風やねんな。ひゅー、センサー鳴りまくんの何なの。監視カメラ1台と赤外線ライト2台を設置してるんだ。うん、なるほど。向こう側にちょっと走っていきます、車。うん、で、例えば入り口っぽいところあるのかどうかみたいな。まあ、そうやな。動き出そうか。動き出す。ちょっとどうせやな。なんやこれ。室内と消すよ。はい。怖っ。豆ボールやね。なんやねんこれ。何食べるかな。あ、ドーナツ食べよう、後で。
前って車走れたよね。いや、やめといた方がいい。いや、いけるのかな、ね、ここやったらいいよね、うん、もう一個向こうやったら無理やね。向こうが無理やと思うな。やっていいやろな。三段壁下に降りた。え、泣いてたんですね。一回これで向こう行ったら、うん、臨時交番に人おったら出てくるよね、多分。そうやな、うん、何をぐるぐるしてんのって言われたら、うん、この下の道って行ってええの。あ、そっち行ってかな、うん、行けんのか、入れる。あ、なんか入られへん。あ、入られへんな。あ、入られへんな。あれ神社やな、お寺か。止められたら、すみません、間違えました、こっちでした、うん、言って。
のがいいんちゃう。うん、出る方向に向けとくわ、一応念のため。うん、こうしとこうよ。そやな、ほんでちょっともう一回撮ろうか。どこがいいやろ。来てぶつかったりしたら、ここも迷ったらいいよね。灰皿あるか、そうそう。灰皿があっちにあるから。外で。うん。明るい。明るいな。降りようか。西出さんお願いします。リアルな幽霊かと思ったらリアルな幽霊やった。違う、幽霊かThank you.
ライトを見てる。ライト。それ試しさんに向けてカメラ、光、はい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 、
ちょっと静かですね。ちょっと守られてるんだ。ちょっと静かですね。一歩で言うとすごい。西根を先に行かせないように。はい。OK。ありがとうございます。
そのままで。で、谷さんも。
Thank you.
俺や何してんのお前こんなところに出すなれて。超マキになってるやん。あっち赤い。風なんですけど、あの光がね、全く光らないんですよ。だからあの時だけなんですよ。あれ光ったな。あのより奥の方。うん。ちょっとなってんな。なってる。これなんなん？なんなん？でちょっと目離したら西根がずーっとあの端っこに寄ったんですよ。めっちゃ怖いよ。で、つい行きますね。下で海つぶ。めっちゃ怖い。なんで言えへんの？なんで言えへんの？お前返せ。ツイキャスも返せ。よし、よし、ちょっと。イカ入ろう。イカ入ろう。どうなすか？あーもう。寒い。危ね。よかった。生きてた。よっしゃ。いやー、パシュート。パシュートやってよかった。はあ、エンジンかける。えまだい、まだいじゃん。どうなんですか。風はいいですよ。どうなんですか。いただきます。いただきます。はいはい、なんか取っていって、いっぱいあるよ。すごい。いや、お疲れ様ですよ、ほんとな。よかった。いただきます。もう言うの諦めた。もうあとはもう帰るだけなんで僕ら。いただきます。どうぞ。いただきます。ございます。コーヒーも。はぁ、あ、あー寒い。だから西根完全にトイレ行ってからおかしなったな。ヒエさんにリード。ん、何さんいや、西根あの時なんか喋ってた。えツンキャス、これ持ったまま西根喋ってた。ずっと海の方手出して、自分も半分乗り出して。何してんの。海の下ばっかり出て夫婦言ってた。やばいやん。もういや、もうあかんやん。あ、今日はリードつける言うてた。それ リードつけ忘れたもん。うまいな。うまい。え、喋ってないです。もう怖いわ。もうその間も見てる人
崖から落とされそうになってるやん画面が一人で夫婦やでな面白したい姉さんがそしたら道連れになるほんまやで。ああドーナツ生きてる感じするな、ね、で言うてるここ目の前女の人通っていったらめっちゃ怖いな。めっちゃ怖い。誰か通っていったらどうすんやろ。止めんのかなやっぱり俺ら。うん、いやどうやろう、うん、なあ下手に止めに行ってわからん。止めていいもんかがわからん。めっちゃ怖いやん、うん、幽霊が面白いんですよ。うん、通りましょうか。怖い怖い怖い。いやでも向こうも怖いやろ。うん、その襲われるもんちゃう。この男3人におったら10円。ああうん、物を食うてたが一番人気強い。電話ボックス周辺で声聞こえた。え気がしました。品浜に泊まる。いや品浜もう帰ります。これどうだ怖かったな。すごいこの時間でも200人近くの閲覧者がいるんですね。ただいまです。あいやここに出る人もずっと見てくれてる。何も起きなくても西根が何も喋らなくてもずっと見てんの。あ、出てよかった。ドーナツをね、あの今日イベントでいただいたんでみんなで生きてたら食おうなって。何ちゅう顔してる西根実は声がしたって言ってた。同じとこで2回ほど同じ声が。うん、実は声がした。西西さん無言や。もうわかんない。こういう崖来たら無言なんだよ。この顔やばいな。え、これ西西これ。なんか目の下とかクマ張ってもうてる。あれなんか こんな顔なってるやん。西西さん言うこれ。いけんかな。いけんかな、これ西西。西西の顔がおかしい。こんな顔じゃないぞ、この人。これ、西根の顔がおかしい。はい、またか。怖いわ。で、無事生きてたらみんなでドーナツ食おうぜって言って今食ってるところです。花屋さん、7時に間に合うのこれ。間に合いますね、これは。大丈夫な。写真撮ったかな。最初から泣いてたもん。え？目は風邪とかでしょうけど。どうしたの？最後にしねえ。めっちゃかっこいいや。めっちゃかっこいいや。何このかっこいい。めっちゃ男前や。全然違う人だ。それはもうかっこいいだけや。これそれはもうめっちゃかっこいいや。古いけどかっこいいな。古いな。古いかっこよさやわ。かっこいいの見たいって。
っちゃ見たがってるわ。え？かっこいい虹ね。かっこいい虹ね。見ますか？これあかんね、笑ってます。かっこいいなこれ。はい。寝てんのかなこれ。ちょっとかっこいいよ。こんな変わってんだよな。変身してるみたい。そう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 、そのポーズもまた。ほら。何がいいか、西根ザラインだ。鳥二つも。なんやねん。なあ。ああ、おいしゅうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よし、残していこう。うん。次はリンクタウンに戻ったいな。リンクタウンでええの？もう会話もできないもん。かな？警察はおらんな。うん、なんあん時走ったもんね。うん。あん時走ってたもん、何なんやろ。まあ、仙台に行くわ。イオンモールリンクでへんかな。リンク駅みたいなのかな。リンクタウン駅。これ JR 私鉄、うん、JR 私鉄どっちやろ、うん、一緒かほぼほぼ。JR か何回かってことだろうな。JR でんじゃん。JR。あれあるかな。その待機してる場所、漫画喫茶みたいな。全然なかなか時間かかんな。いやだ、リンクまで早かったもん、うん、え、6時着、うん、リンクタウン、うん、ギリギリやな。大丈夫、はい、何時発なの。7時20分ギリギリやな。まあ電車も出てるし。え、7時20分発ってことはギリギリやな、いけるかな。逆に満喫なくてもええわけ。うん、そうやな。でも駅前まで、うん、ああ何さ、札幌は結局寝かへんな。あ、札幌はね、結局、サウナですね。
キリンや。何やろ。サウナ、じゃあサウナじゃあ。関空乗り遅れたからな。ピーチ、北海道行くの。すごい。どうしたんですか。当日で。帰ったんですか。帰れんかった。でもそれ1万2000円無駄にして。そっから2時間3時間後2時間後の JAL に乗った、なんかあの新道ないんかな、そのあれで行ったら場所なんも見えた、どっから出たかも。まあでもそんな感じか。ピーチ厳しかった。硫黄の匂いか。そうか、温泉か。そうか、この辺なんか無料の足湯とか。あ、そうか、白浜温泉の硫黄の匂い。ピーチ厳しいんですよ。白浜ですよ。白浜温泉だよ。喋らないですか。全然おもんないですよ。新道使ってた。ああ、
あれの谷美のゾンビ。トレトレ市場や。ああトレトレ市場か、行きたいな。ねえ。出てしまってるけど、うん、何があるんだっけトレトレ市場。海鮮丼とかでしょ。女子高生と結婚したいが聞いて、女子高生と結婚したい の人は木村さんやからな。あれニコ生の時しかあれ流せないですよ。申し訳ない。その一回消さなかったの。木村さんとは呼んのかなまだ。はあ。こっからは。2時間ずっと車載ですね。あ、席と笑い声一緒に出た。出たな。ああ。じゃあこれ。私この間白芸で谷さんにお会いしてますよ。どの人やろ。白芸って誰かと思ったかな。あ、電波不足。そうか、電波不足いっぱいあるから気をつけてくださいね、ここから。はい、すいません皆さん。寝る人はおやすみなさいにしてください。ヘルさんの日にツイキャス見てますって。え？ああなんか言ってくれた人おった。ごめんなさい。どの人やろう。でも言ってくれたような気がする。言ってくれてるな。あ！わかった。思い出した。うん、入り口で言ってくれた人や。あの人か。ありがとうございます。そうや、思い出した。入り口で言ってくれた人や。そうや。え、何してたのあの人。あの人何してたんや。思い出されへん。わわ、なんかいっぱい。花井さんにやっちゃんって言ってもらったら分かるかも。やっちゃん、やっちゃん、あのやっちゃんかな。そのやっちゃんちゃう、ほんなら。やっちゃんやな。うん。わかる。やっちゃんはわかる。わかる。やっちゃんが今見てくれてる。あのやっちゃんならばね。はい。どのやっちゃんや。そんなもんか、やっちゃんいっぱい。やっちゃんは地獄の遺伝子とかも見に。ああ、じゃあそのやっちゃんやったら。わかるはず。今日最前列で見たいがために早く行ったら部長さんに言われた。あ、ナンクルさんが一番乗りやったやな。ナス、ありがとうございます。ってか、さ、2時間前ぐらいから並んでくれてるんで申し訳ないな。まだ全然見れますんで。そんな大島テルじゃないんで速乾とかしないで。あの全然ゆっくり来てくださいね。そうそうそう、あのやっちゃんです。ちゃんか。さあ電波不足になったりするんで、皆さん続々と脱落していってくださいね。ありがとうございます。いや、ありがたいですけど、本当あの風邪などひかぬようにね。廊下、みそどの廊下寒いから防寒具をしっかり。さあ、花江さんは今日800円寄せだけ。あとラジオかね。じゃあトースタービーチ、サービスじゃないですか。だけだったら金曜日。でも明日はないですけどね。今日、明日は、いや、ないんか。はい、だから800円寄せと歯医者。歯医者が、歯医者があるんですね。
次札幌でまたイベントありましたら絶対行きます。え、札幌のボイメン以外のことたまに喋る人なんや。あ、すごいな。あ、ぜひまた多分やらせてもらえると、やらせてもらえてやらせてさせてもらえると思いますんで、また来てください。6月ぐらいかな、7月。熱38度あるのに視聴してしまった。大丈夫ですか？下がったらいいけどな、それで。
右に行くの。はい。前かな。キャバ嬢が3人自殺したとこか、それともずっと死んだ女が居続けてるとこか、どっかやな。花井さん写真送りました。花井さん写真送られたそうです。お、ありがとうございます。何の写真やろ。年末の片田会談面白かったな。ありがとうございます。前のやったな。知り合いが住んでたところだ。茶色いマンション。へえ。キャバ嬢が3人自殺。ドリンゴールだ。ここかな。あれ、あ、これか。青、緑、エメラドグリーン。なにこれ。青、怖っ。なにこのボーナスステージ。めっちゃボーナスステージ。住んでるとその幽霊の名前を知ることになる。ああ、すごいな。女が居続けるとこやな。物件調べたんですけど家賃安かった。借りれるのかな。なにこのボーナスステージ。西根さんには写真送れませんでした。なんでや。やばい、こっからは。あれどんなんやったっけ。
サービスよろしく。何ハブサービスって。おはよう、おやすみ、こんにちは。
はこんばんは、おはよう、おやすみ、こんにちはこんばんは。誰の歌だっけ、もうなんかみんなの歌でなかったっけ、誰聞いたんだ、おはよう、おやすみ、こんにちはこんばんは、あれなんて歌うの、おはよう、おやす、あとどれくらいで、あとどれくらい続きます、え、あと2時間ぐらい続きますね、あの寝てくださいね。タイトルなんだっけ、あと2時間ぐらい、ははひひふへおかれ、ははひひふへおかれ、みんなだ、初見です、おはようございます、バラとノンフィクションのコント見ましたが去年の秋ぐらいのやつですね、ありがとうございます、あ、草組の人ですから、あやはね列号の人たちですね、ありがとうございます、あ、ここまで来たら多くとろくや、ありがたいな、やっぱこう使命感みたいなのが芽生えるのかもしれないですね、特に何も起きないですけどね、ここからは申し訳ない、何もいないですけれども、もうここまで来たら起きてるって思ってもらえるならもう来てもらうしかないです。谷さん、あやはれさん落ちるんじゃないの？あやはれさん、あ、あやはれさん、そうですね。最近は何やろ、なんかテーマによってやっぱね出演者がいろいろバラバラなので。またぜひともあやはれさん出てもらいたいです、パンパンパンダ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 パパンがパンダなんやパパンがパンダなんやなんやなんだこれはん？なんだろう、うるさいなボケ言うた、いや言うてない、うるさい言うたうるさい、アンダーヘアーズのライブ行ったらラミちゃんめっちゃ楽しそうやったら、あーいいボタやね、もう楽しそうにしてもらうのが一番ですよ、本当に楽しそうにしてる人を見るのが一番いいですね、やばい飛んでるよ、卵ポール食うてるやろ、ちょっと待て卵ポール食うてるやろ、喉つばき、谷氏さん次のツイキャスではどこに行くんですか、次どこ行くやろうな、パパンがパンダは NHK のゆるキャラみたいな感じかな、あ、そうなんや、自殺の名所に行かれるんですか、自殺の名所に行ってきました、もう、はい、もう帰りなので本当にもうここから何もすいません、すいません、はい、まあ全然、次どこ行くやろうな、ちょっとねどっか行くやろうな、思考ってきた、思考ってなんや一体西姉さんはポーロがボーロが好きなの、あ、ボーロな、卵ボーロか、あ、お茶温まってください、やったお茶や、あっつ、わ、下焼けどうした、あっつよ、ちょっと氷入れていい、うわ、ぬる、お茶しまったな、氷入れんかったよかったな、ぬるいな、めっちゃ氷入れて、毒入り茶どうぞ、毒入ってんでしょ、なんで毒入り茶くれるの、
でや、なんで最大のうさいなボケ歌言うてないってだからボケって言わんてさ言わへんのか元気始まった谷さん3倍3倍3倍だみたいな10年以上前のネタなんで北海道の話しかできないんですけど心霊村みたいなところがあるマジか心霊村か行きたいけど広いからな北海道心霊村か花井さん別に行きたくないでしょお化け興味ないやろからいやそんなことない行きたいっすよでもどうせ運転はねあんにゃんにゃん暑すぎたからなああありがとうございますお疲れなのにあの恐ろしい物件に帰られるんですほんまやな帰らなしゃあないな花井さんも家帰ってくださいね僕、はい、いや7時にあれやから僕も電車で帰るんで大丈夫なんで行けるところはダメだいやねいやさんの呪い村突してください何 GGG さんの呪い村って GG 佐藤何 GGG あ、わかった GGG クソやな何や体の毒はどこで消すああそういうことかえ体のえ体毒があんの今え、どういうことこれ体のえうざいボケ歌言うてない言うてない今えしか言うてない公平ってところなんですけど公平っていうか新耳袋なぐガリガリクソもう言ってもてるやん。うわー、バババババババでねねでたかたん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 これあの手当ててる音ね。たん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 たヌカピラって呼びますあヌカピラって地元でも心霊スポットで有名ではあったんですけどどっちかというと向かう途中でんでんでんであるトンネルがやばいっていうかでん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 やせさでん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 でああガキだああもうあガキだからやめようああガキでよかったうわ赤の三本線見たベアクローズ違うサンタクロー親御さんと32923の正月だギャグ対決笑いまくったありがとうございます1900再生しかされてないですけどねあ1900人見てるって考えたらすごい奈良のドンズルボン、ドンズルボン行ったなぁまた行かなかったなそのトンネル通ってる時、車のドアが勝手に開いたらしいです怖い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 
た気分はどんな感じですか。やはり人間として話してるのですか。いや、霊にもまだ出会ってないかな。え、霊に出会ったん僕出会ってんの。いや、知らんよ。そういうことなってあるやん。そういうことなってんのか。あくび出る。メインは大雪を大瀬戸ホテルかっていうでっかいホテルの廃墟。わー、ゴーストタウンいいですね。あ、まあ、でんぐる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 ん。あです。じゃけ、みゃー。